悲伤，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 悲伤。どうも、キャオペソンです。はい、どうも。そして、あいたろちゃんだよ。はい、ということでお願いします。まあ、今回ですね、あいたろさんにちょっとランダー相手をお願いするんですけど、視聴者さんからこんなコメントが来ました。こちらです。はい、腕の動きを滑らかにしたらうまく打てるんじゃないかということで、今回ですね、あいたろさんとランダーしてもらうんですけど、その腕の動きを滑らかに、スイングを滑らかにしてちょっと意識してね、ランダーをしていきたいと思います。それではレッツバモス、お願いします。腕の動きを滑らかに、こんな感じかな。あいたろさんは腕の動きが滑らかですか？あ、でも、あ、意識すると違うな、でも、全然。こう、なんかスイングの時に、当たる瞬間、インパクトの時になんかこう、力を入れるだけで、全然違う。あ、スイングを。スイングを滑らか。これに関してはどう思います、相田さん？これに近いの言ってるけど、滑らかにはなってるよ。左手つけてばいいか。はい、左手。ああ、つけてないですかね、僕。つけてない、こう。こう持ってくるんですね。つけて、で、打つときに、あー、ちょっとそれ意識します。受けて、離す。あ、そうそうそう、それでなんか力ずれたのが打ってきた。お、すごいすごい、早い、対応できない。つけて、うわ、すごっ。それでなんか強いボール打ってきたじゃん。あー、え、でも速い球来たときに対応できなくないですか、こう。相手はちょっとコンパクトする。ああ、なるほど。左手でラケットを引っ張って。なるほど。ああ、難しいな。ああ、ごめん。ダメだ。慣れれば多分ちゃんと打てるのかな。はい、ということで、コメントありがとうございました。スイングの滑らかさや、ちょっとね、左の肩の入れ方とかをね、ちょっと意識しながらやったんですけど、まあ慣れですね、ちょっと難しいんで、ちょっと今後それができるようにちょっと慣れていきたいと思います。はい、今回ですね、ランダー相手をしてくれたあいたろさんのチャンネルは概要欄に貼ってますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは、まだまだコメント受け付けてますんで、ぜひ僕のどこが悪いとかね、まあ多分全部が悪いって人はいると思うんですけど、ちょっとね、あったらぜひコメントよろしくお願いします。はい、ということで、この動画が面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは以上です。ありがとうございました。今日のメントスコーラー。